ぽんちゃんおはようございます。ぽんちゃん、気持ちいい。今日はちょっと曇りがちでね。いいですか。はい、ジャン君。はい、おはよう。ジャン君はもう甘えモードですね。はい、そうですか。ジャン君。はい、ジャン君。世の中はコロナウイルスで大変なことになっていますが、ジャン君とポンちゃんは相変わらず可愛いということが結論でした。ちょっとしたね、脅迫観念とか、追い詰められた感じで、困っている方は、この子たちのこの顔を見て癒されてください。ジャン君こっち向いてくださいね。ジャン君、ジャン君、なんか外に興味があるね。そしてここにももう一人可愛い子がいます。どうでしょうか。シュリシュリです。黒い子がお好きな方は癒されるんでしょうか。あーって言いましたよ。ぽんちゃん、はい、ぽんちゃん。はい、ジャン君。なんかジャン君の後ろで箱が開かれようとしていますが、いいんですか、ジャン君。はい。はい。何かプレゼント届きました。生物っぽいんですよ。です。お話は。なんだこれ。なんか立派な。
すごい立派なね、こんな立派なの見たことないって。あ、なんだこれ。うるい。うるいって何？春の、なんていうの？春の、七草。七草っていうな、七草っていうか、なんていうの？うるい。うるい。ジャン君、うるいんだそうですよ。そして、これなんだっけ、モロッコインゲン、初めて見た。こんなでっかいインゲン、沖縄県産って書いてあるよ。すごいでっかいね、ポジャン君、いいね。緑色のカーペットの上でしたけどね。ジャン君すごいね。ジャン君、あ、なんかお菓子も入ってたよ。いちご大福いたかった。あ、ちょっと興味ありそうだ。これは大人のほうじ茶。そしてほうじ茶きっとかった。あ、鹿児島だよ。鹿児島産のラーメン。おー、鹿児島ってラーメン有名だったかな。知らないね、私は知らないよ。豚かな。そうだね、黒豚だ。黒豚豚骨ラーメン。なるほど。そして新潟県産米、黒犬の郷里と馬追ママさんが子供の頃、幼少の頃育った。幼少の頃育ったじゃなくて、うん、母親が新潟県で。あ、そういうことだな。そうそう、しばらく数ヶ月だけ預けられてたりしてたけど、幼稚園に。悲しい思い出。おばあちゃん、でも遊びにも行ってたよ。アルプスの少女ハイジみたいなことだから。だって本当のおじいちゃんとおばあちゃんだからいいんちゃうか。はい、そしてこれは、それは何かな。ジャン君にですね。あ、そうだね、ジャン君よかったね。なんか初めて見るやつ、はい、なんか初めて見る、なんか外国産。スルース&ス、なんだ、サボーリー。え、すサボるんだね。SAU かな。V じゃないの。V なの。うん、わからない。後ろにも日本、あ、日本語書いてあったよ。あ、でも名前書いてないか。あ、グルテンフリーなんだ。すごい。やったやった。なんだそうですよ。はい、よかったね、ジャン君。あ、ごめんなさい、つい読んでしまった。はい。あ、なんか懐かしいよ。鈴の、鈴の形の。カステラ。うん、鈴。子供の頃よく食べたね。うんうん。あ、美味しいやつ。ピエトロドレッシング。おー、こういうの好き、きっと。好きだよね。お、うん、すごい。こんなの、いいのかな、もらって。なんか、いつもいただき物で。とうとう来た。ねえ、この間ももらったやつからなんかもう、うち除菌のものが、家では買えない除菌のものがどんどん。うん、そして、トマトケチャップ。ケチャップ。ベジタルリッチ。すげえ。うちね、この間からね、うん、ちょっとこっち使ってみてるの。そうそう、うん。ちょっと濃いね。そうそう。ね、で、塩分をちょっと控えてあるんだけど、うん、トマトの、うん、濃厚な感じの濃厚なやつで、はいはい、で、塩分はちょっと少ないけど、美味しいよ、みたいなやつ。はい。ベジタルリッチです。ジャン君後ろ向いちゃった。美味しいからね、お気に入りになったんだよね。うん、ね、うん、塩分はそんなに強くないね。塩分はちょっと控えめなの。うん、でも、トマトが多いよっていう。はいはい、やつなんだ。はい、ポンちゃんも何何って来ました。ポンちゃん美味しいのもらったよ。ポンちゃん、あ、ちゃんと3人前。そして玉ねぎラーメン。玉ねぎもうまそう、ね、初めて見た、美味しそう。なんかお外に出なくてもいいよっていうあれだね、うん、あ、そういうことか。おこもりのための。そうそう、そんなにいっぱい、やっぱ時々はお買い物に行かないことという感じなので、はい、ツナトッピング、これはこれあれにも
ナイス。パスタにも良さそうだね。うん、トーストディンってなってますね。そうだね。これジャガイモだって。ジャガバター。ジャガバター。こんな風に売ってるんだ。ジャガバターこれチンするだけで美味しいようだね。きっとね。後で食べようこれ。うん、チンなのかな。お湯で温めるのかな。まあどっちもいけるよねきっとね。そうだね。あ、でもね、袋から取り出してそのままでも召し上がっていただけますが、はいはいはい、温めると一層美味しくなります。バターはさ、ちょっと固まってなさそうだもんね。うん。電子レンジの場合は、袋に穴を開けるぐらい。熱湯で温める場合とか、両方できるんだね、やっぱね。おんちゃん。おんちゃん、しっかり全部踏んでます。おんちゃん。ありがとう、踏んでくれて。おんちゃん、ありがとう。ここをふみふみして自分の居場所を作るんだね。あ、そうだね。居心地よくしてるんだね。はい、あ、また例のやつが。あ、ポンちゃんの巣ができたの？ポンちゃんの巣すぐ作るよね、ポンちゃん。ポンちゃん。いい感じなの、ポンちゃん。はい。そして最後は必ずこれです。はーい。ガチャガチャ、はい、開けてみます。じゃあ開けたらまた撮りますね。カエルさんの足が見えた。ポンちゃんの顔がピントが来ない来ない。はい、ポンちゃん美人に撮ってねって。無理無理。はい、歌いました。無理ってどういうことって。あ、入んなかった。シャキン、入った。はい、カエルさん、ポンちゃんに。カエルさん、ポンちゃんに。はい、ポンちゃん。ポン、あー、お返事。ポンちゃんの上。あ、嫌ですか。そうですか。ね、そっか。はい。はい。ちょっとリアルなカエルさんです。かわいいです。やっぱカエルさんはリアルじゃなくちゃね。カエルさん落とさないで。よいしょ。飛び箱、飛び箱シリーズ。よいしょ、よいしょ、出ない。飛び箱さんをね。飛び箱、あ、そんなに高い飛び箱だった。なんかさ、うん、新しい朝ドラのなんとかさんっていう音楽家の人がさ、うん、もう運動はできないしみたいなのがあって、飛び箱飛べないってなったじゃん。やってたね。はい、なんかさ、音楽家とか芸術家の、とか文才のある人とかのさ、うん、過去の逸話でそんなのがあったら、それはああそうだろうなって感じがあるんだけど、うん、俺さ全部それなりにできちゃったんだよね。すんごい高いのは飛べるわけじゃないんだけど、飛べって言われるとまあ平均値ぐらいは飛ぶ。これじゃあさストーリーにならないんだよ。ということで飛び箱の上の猫でした。にゃんこでした。はい、どうもありがとうございました。こんなにいっぱい、すごいいっぱい。